はい、お晩です。どうもどうもどうも。今日は山岡屋さん、小麦ちゃんにね触発されて、これ鬼退治にやってきた。それでは、アイドガン。さてと、これが鬼退治。食券はね、図書リニア、オーデーがねえどもね。小麦ちゃんの動画でね、何回も復習してきたんだけど、我が目では、オラの指は反応すめよた。ははー。よしと、これで。よいしょ。相変わらずね、具沢山店内で、まあまあ、本物ずうことだ。来たよ、これ。鬼鬼、鬼退治だ。こっちは息子ちゃんの。あ、こっちは母ちゃんのだ。餃子のまんまはね、息子ちゃん。うわ、本物はすんげえな、これ。これセメント状態どこでねえよ、これ。生コンだ。生コンクリートだ、これ。おーらーま。うましらうわ、濃いの。濃いの。おーらーま。どら、だら鬼退治してみっかい。ちゃ、これスープじゃねえよ、これ。ドロドロ。でもね、うましら。不思議だ、これ。煮干しと豚骨のコラボ。熱そうだ、こら。夫婦せよ、ちゃんと。運命だな、これがな。こりゃハマるのわかるわ。濃すぎてむせずまで、これ水水水。はい、ということでね、小麦ちゃんのねチャンネルで触発されてね、鬼煮干し行ってきましたよ。小麦ちゃんはね、この鬼煮干しをね2回もねアップしてましたね、動画ね。あの食べた感想、一口目、お、しょっぱいがな。二口目、お、うまいがな。そういう感じでね、食べ進めるごとにね、美味しくなっていくのを感じました。山岡屋さんって言えばね、マット太麺使うんだども、この鬼はね中太麺だね。でね、麺にね、このルーだかシチューだかスープだかオーデンがねえのが絡む絡む。だからね、麺食うごとにね、スープがどん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 減ってくの。まだね、この玉ねぎ刻んだのがね、いいんだな、これ。合うんだ。シャリシャリって。また途中でね、こうやってね、小麦ちゃんの真似して、いろいろ味変してみたのも、おりゃすがいいな。はい、つうことでね、今回は、山岡屋さんのね、鬼煮干し、退治しましたよ。やっぱりね、一口目の印象があるからね、あの、スープは飲まねえようにすっぺー。いやー、食った食った。どうもどうも、ごっちゃんでした。また来まーす。優しい春、眩しい夏、寂しい秋、冬も。てか、へばねー。バイバイー。